早苗は日本海軍の駆逐艦、若竹型の三番艦である。裏が選挙にて建造され、1923年11月5日に竣工した。当初は第六駆逐艦という艦名であり、1924年4月1日に第六号駆逐艦、1928年8月1日に早苗へと改名された。1941年12月に、 太平洋戦争が開戦すると、主に戦団護衛に従事した。1943年11月15日、戦団護衛のため、パラオを出港しボルネオ島のバリックパパニへ向かったが、セレベス海へ入り、見張り交代の直後の11月18日の深夜、戦隊の中央付近へ来撃を受け、さらに2本の魚雷がサナイに命中。合計3本の来撃を受け、 昭和18年11月18日23時46分、北緯4度52分、統計122度7分にて高鎮に至った。この攻撃は、米国資料により、アメリカ海軍の潜水艦ブルーフィッシュの来撃と確認されている。ブルーフィッシュ号は、第2513戦艦を18日の午前に発見し、深夜まで追跡の上、 攻撃を行ったことが記録されている。海軍少佐、堺井一艦長、海軍中尉、飯田貞之専任証降圏、法術長以下大多数が戦死し、救助されたのは3名の水兵長のみであった。艦長たちの軍艦誌379から380ページによる、階級は就任時のもの。ありがとうございます。